どうもラルでございます。ということで今回も2人でニャンコ大戦争の方やっていきたいと思います。ということで今回なんですけれども、狂乱ステージの方やっていこうかなと思います。今回ですねこちら、狂乱の肝猫の方をちょっと再び、戦っていこうかなと思うんですけども、まあこちらね、狂乱の肝猫に関しては波動バンバンね出していくんですけれども、今回こちらもちょっとね波動バンバン出していこうかなと思います。ちょっと語彙力全くないんですけれども、とりあえず編成の方はもうねすでに組んであります。こちらでございます。はい、ということで、またまた来ましたニャンコジョージュニア、まあ、こちら波動を出しますと。で猫タコに関してはちょっとこのキャラクターだけはちょっとね、必須かなと。ちょっと波動なんとかちょっとね、打ち消しがいないとちょっと厳しいかなと思いまして、とりあえず猫タコの方をとりあえず積んでおります。でこの3体ですね、スイッチ版で他にいたっけな、なんかあんまいなかった気がするんで、まあ、とりあえずこの3体でね、主に波動を出すキャラクターなんですけども、まあ、これを入れて合計4体でちょっとやっていこうかなと思います。まあ、クビランに関してはちょっとね、第3形態させてないのがちょっと、まあ、しょうがないところなんですけど、まあ、またね、近々進化させようかなと思うんでよろしくお願いします。ということで今回こちらの4体で、狂乱の肝猫の方をやっていきたいと思います。ということでじゃあささっとこちらの方ステージの方をやっていきたいと思います。じゃあ行きましょう。羊人ほんじゃまかいきますよ。じゃあとりあえずねどうしようかな。最初に関してはどうしようかな。まあ、リッスンとか出てくるからどうしようかな。まあ一通り出すか。で最初の方なんでお財布の方はまあ割かし大丈夫な気がするんだけどね。まあとりあえずこれでちょっと行ってみましょうか。ゆったり行きます。でクビランの方がどうだろう。キモネコ倒せば多分お財布の方が溜まるんじゃないかなと思うんで、まあそれでちょっとまあとりあえず出せるキャラクターどんどん出してってやっていきましょうか。はい、ということでじゃあ波動で攻めていきますよ。まあ、できればねちょっと波動で音割れできるぐらいのねキャラちょっと揃えたいきたいんですけど、まあ、とりあえず猫タコもちょうどね生産して、よし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 、オッケー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 。こんな感じでどうでしょうか。あ、意外と結構最近溜まるな。ちょっとクビラン出しとくか。ちょっと待って、クビランを出しときたいんだけど、次だな、これだな、このタイミングでいきましょう。はい、よし、オッケー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 。もうこれで割と調子いいんじゃない。このまま行こうか、とりあえず。クビラン、追いつけ。追いつけよ、追いつけよ。ちょっと、ぬる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 動いてるけど。いや、でけえな、しかしな。一体だけすげえでけえよ、これ。やばいな。あ、やべ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 、ちょっと出していかないと。まあ、とりあえず大丈夫だ。猫タコだったみたいなのもいるんで。で、こっちも多分ね、もう波動のキャラと、あー、やばい、猫タコだ。よし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 。逃げ違いで出てくるからば。まあ、水にしとけば大丈夫だね、基本的に。よし、追いついたか。とりあえずやっと追いついたか。よかったよかった。じゃあ、こっからですね、こっから本戦。よし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 。え、これさ、待って待って。めっちゃ余裕で勝てそうな気がするんだけど。ほら。うわ、ここまで来たら、うわ、余裕か、さすがに。マジかよ。なるほど。まあ、やっぱ猫タコいればどんどんなんかあれでも勝てそうな気がするけれどもね。とりあえず、スイッチがあんまり波動出すキャラクターの方がいないんでね。あの、スマホ版だと結構たくさんいるんでね。まあ、あっさりと音割れの方が作れるんですけども。まあ、でも、これでもなかなかね、大きい合計じゃないですかね。まあ、結構波動出せてるんで、全然ありで波動出せてる。ここまで来たらもう見えてきますね。突破口が見えてきますよ。さあ、ということで、あと、もう少し。あと、もう少し。うわ、すげえ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 。さっきの光景すごかったよ。もう波動がめちゃめちゃエグいんだけど。これすごいなぁ。ちょっとあれだね、ニャンコジョジュニアの量産したのがちょっと思い出すんだけど。はい、ということで、もう終わりですね。はい、ということで、よく見た。次あれかなぁ。大狂乱いけるかなちょっとわかんないけど、また次ちょっと大狂乱できそうであればやってみようかなと思います。まあ、とりあえず、狂乱のこちらの、キモネコに関しては、ということで、とりあえず行きましょう。はい、もう少しで終わります。はい、ということで終わりでございます。ありがとうございます。で最後編成行って終わりにしましょうか。はい、ということで今回はですね、まあ、こちら波動を出すキャラクター3体プラス猫タコの方を入れてちょっとね狂乱の肝猫の方やってみたんですけど、まあ、あっさりとなんか余裕で勝てちゃったんであれだったんですけども、まあとりあえずまた今後ですね、まあ、ちょっといろんなキャラクター使ってやっていこうかなと思います。あとは大狂乱に関してもちょっとね、とりあえずやる気があったらやろうかなと思うんでよろしくお願いします。まあ引き続きね、2人での方もやっていきたいと思うんでよければ見ていただければなと思います。ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回動画でお会いしましょう。んー、またねー。
ということで引き続きね、前回ですかね、狂乱の肝猫の方をこの編成でやったかなと思うんですけども、引き続きちょっとこの編成で今度は大狂乱のステージの方ちょっとやっていこうかなと思います。ちょっと勝てるかわかんないんですけれども、まあとりあえず、まあ、波動 VS 波動ということでちょっとやってみたいと思います。ちょっと怖いんで、とりあえずどうしようか、スナイパー使っとく。スナイパーと、ニャンピョはいらないとして、まあ猫ボンかな。まあいらない気がするんだけど、まあとりあえず積んでいきましょうか。はい、じゃあちょっとこれで、やっていきたいと思います。じゃあいきましょう、羊陣ということでやっていきたいと思います。多分アイテムぶっちゃけいらない気がするんだけれども、まあとりあえずちょっと足の目には少しなるかなと。あ、やっぱ流れ的には同じなんだね。なるほど、じゃあとりあえず前回と同じ感じでまたこれでやっていきたいと思います。いやー、ちょっとこれ怖えな。しかしキャラが多分ちょっとね、ちょっとどころでもねえけど怖えんだわ。いやー、どうだろうな、どうだろうな。鉢合わせ。よしよしよし、首出しながらの出しながらの、あー飛んでった。いやー、しかしやばいな、ちょっとやばいぞ。え、しかも全然ノックバックしてなくない？あ、まずいまずいまずい。やっぱ違う、ちょっと違う。てか全然倒れねえんだけど。あー、一回ノックバックしたところで。うわー、マジか。やっぱそう、うわー、うわー、でも吹っ飛ばしてる。いいよ。いいんだけど、一体ぐらい倒れねえときついよな、これ。うわー、もうマジか。いやー、ちょっとこれ無理ゲーかもしんない。いや、ちょっとこれ無理だよな。うわー、うわー、バイバイ。ちょっと無理だね。ちょっと無理だ。あ、ちょっとこれ無理だわ。いやこれはちょっと無理だって。無理。どうあがいても無理だってこれ。あー、ですよね、無理ですよね。さよなら。無理。ですね。